詐欺とかお金取ったとかは大して罰せられもせず離婚歴はものすごく悪いことみたいな扱いにされる気がするのですけど先週ぐらいから思っていたことですが信子たちは商店街の人と交流を持った方がいいですよね日頃から交流を持っていたら清江さんが持っていた豚のマークの袋がどこの店のものか分かったはずだしそれ以前に その店で皮付きの豚肉を売っていることも情報として入っていたと思います。結果近くの精肉店に皮付き豚肉が売っていることを知らず沖縄から高い輸送費を払って取り寄せてたのですね。だからですねご近所付き合いをしっかりとしていれば休業しなくて済んだかもってことです。必死に探したシーンがあれば まだ救われていたのですが、そもそもニーニーは、なんであのエリアを探し回ってたのかもともと清江さんが働いてたところと聞いたのかなそういう場面を描いた方がいいと思いますね。今だと、単に当てずっぽうに探して出会えただけで、ありえない偶然になってしまいます。多分こういうところが、批判の対象になっているのだと思います。信子 ニーニー養豚場のつながりをもっと違う自然な感じでつなげていった方が喜び倍増なんですけどね偶然を重ねてこられるとなんていうのかな見ていいる視聴者も素直になれなれよね。しかしニーニーが出ると騒がしすぎて朝から見るのはつらいですもう少しおとなしく喋れないものなのでしょうかそろそろ ニーニーが養豚の仕事を隠す意味を教えていただけないでしょうか先週から偶然にありえないことが連発しておりますが清江さんがフォンターナに来て伝言残してオーナーとワイン飲むのはさすがに無理がありすぎますって。